うわ、もう超長かった。超って言っても、もうほんの数秒ですよ。十数秒。やる気なくなったかな、どうかな。ちょっとやる気メーター覗いたいと思いまーす。ってね。なんもあるわけないだろ。暗闇が広がっていました。ね、ちっちゃい暗闇を目視しただけ。はい、残念。やる気メーターなんで存在しませんでした。どうかな、でもちょっとやる気減ってる気がするけど、やる気減ってるって言うとやる気がどんどん減ってる気がするのでね、続行したいと思います。僕は喋ることが大好きです。ニコニコしてますよ。この笑顔。偽りじゃないですよ。僕が偽りじゃないっていうことはもうこれは偽りじゃなく、本物の笑顔なんですよね。確かにね、ニコってしてるけどね、俺ニコって笑えないんですよ。ニコって笑わないとニコって笑えないの。でもいいじゃん、ニコって笑ったって楽しいんだもん。いいよね、そりゃ。自然、不自然な自然なんだよ。俺の自然は不自然なんだよ、みんなの。しょうがない。あっちょ、なんかデブリすぎて痛え。肺が痛え、肺が痛えのか、心臓が痛えのか。ああ、もうデブのね、こんなに楽しいってことはもう死が近いってことですから。こんな若く死にたくない。俺150まで生きるつもりだし、別に150以上も全然生きる気だしね。どんなに不健康続けてもなんか150生きる。150ピンピンでね。最後なんか行き過ぎたツケでなんか即死しますけど。わ、俺、あんな不摂生な生活してるのに150歳行き過ぎたってなってなんかもう、うおーおーって死にます、俺は。ギュッてなって死にます。なんかね。アイカの約束破ってそのね、人が死んだ時みたいなね、ギュッてプレスで死ぬみたいな即死になります、俺は。今まで行き過ぎたツケをそこで払われて、でも150歳以上も行きますけどね。何歳行きよっかな。まあ縁起がいいということで777歳。うん。7好きすぎだろ。なあ。7777歳。で、一応俺は戦争が起きたら逃げますんで。戦争が起きたら、あ、やべっ！って逃げるし。戦争起きないでほしいな、本当に。嫌だもん、怖いじゃん、戦争なんて。俺、絶対。まあ、俺身長低いから兵にはならんから、うん、戦長まあ身長低いから俺多分兵士にはならないかな。いやでも結構低くないとダメじゃない。俺身長めっちゃ低いんですよ。正常期ずっと寝てたんで、いやそれだったら伸びるだろうと思ったけど、だから太って重さで伸びねえんだよ。え、そんなことあるか。身長低いです。いやでも俺は YouTube で人気になってさ、身長低いならいいんだけどさ、もしこれでね、いやそんなことないよっていうのはちょっとあると思ってるけどね。まあ人気になるまでのね、期間で仕事するって言った時、女より身長低いわけとか、女と同じくらい、女と身長同じくらいってさ、やばいじゃん。裏でチビとか言われてんだろうな。うん。うるせえ、つまんねえ人間どもがよ。俺の方が面白いからな、ゴミが。と、俺は思ってますけど。まあ、別に俺のことそういうこと言ってきたら本当につまんないな。お前はお前みたいなのがいるせいで世界は平和にならないんだぞ。本当に世界平和のために死んだ方がいいぞって言わないよ。別に思いますけど、お前みたいなゴミみたいなつまんない考え方のせいで、ユーモアのない人間が多いせいで世界は平和にならない。お前みたいなせいで世界が平和にならないんだから気づけよ、クソが。なあ、世界が平和にならないのはお前みたいなつまんねえ人間のやつのせいでもあるんだからな、ゴミが。本当に面白くなるよって思っちゃいますけど、何にそこまで自分に面白さにね、自信があるのかよくわからないんですけど。でもやっぱつまんない人間のせいで世界平和になってないからね。面白い人間とかね、面白いか面白くないか、つまらないか、判別っていうか、まあみんながね、だいぶすごユーモアをね、持ってる人間で溢れたら多分絶対戦争なんて、いや、戦争つまんないじゃんって。ね。ダンス大会しよう。いや、ダンス大会が面白いかわかんないけど。ね。もっと楽しくオリンピックできればいいのにね。確かになんかね、オリンピックガチすぎない？あれ。もっとさ、楽しくやってんのかな？すごい大変じゃない？だって。みんな、ひどいよな。国を背負ってさ、負けたらボロカス言われるってクソだよね。クソ、別に今は思わない。昔は思ってたかもしれない。負けたからって。うん。すごいよね、でも日本人ってね。日本人だけじゃないけどさ。ブラジルとか怖えよな。負けたら殺されるんでしょ、サッカー。
むちゃくちゃじゃない？日本ってほんと治安いいんだな。うん、結構治安良くてもこれだからな。治安いいっていうかね、銃ないからね。あるけど別に、銃は別にあるんだろうけどさ、みんな持ってますよっていう感じじゃないじゃん。でも銃怖いね。最強じゃん銃なんて。パーン撃たれたらめっちゃ痛いんだよ。超痛いんだよ。超痛いの嫌だな。痛いのは嫌だよね。そのやっぱ痛いのって嫌だよね。銃怖いね。まんじゅう怖い。銃怖い。まんじゅう怖いは銃怖いへのね、布石っていうかね、伏線だったんだよね。銃は怖いよっていうのね。俺たちにね、万の銃ってこと。万の銃、それって軍隊。そりゃ万の銃怖えわ。そりゃまんじゅう怖えっつ。当然だよ。万の銃怖え。そういうことだったんだ。あれは戦争の予言だったのかもしれませんね。やばいやばいやばい。で、そういうこと言うと YouTube 今ダメなんでしょ。ああ、もう嫌で、ふざけて言ってるだけじゃん。そんなことねえよっていうさ、その、なんだろうな、最近、まあ結構、まあ今じゃもう使われてるユーモアの一種じゃん。言いたくなるユーモアの一種じゃん。ユーモアで許してよ。ユーモアで片付けさせてくれよ。ね、まあ、別に何のこと指してるか分かんないんでいいでしょ。ね、それでマジね、やったら本当ひどいよ。誰も見てないんですけど。泣いちゃうよ、本当に。泣いてるんですよ、僕は。うん。心は泣いてないですけど、別にね。泣いてますけど。心で泣いてるわけじゃないですよ。でも泣いてますけどね。まあ、おかしいんだって、そういう、その、俺のできたね。よくわかんない。その、ハリウッドザコシショウさんから着想を得たそのノリ。あ、心は泣いてないんですけど、泣いてますけどね。っていうね。なんじゃそれ。本当にやめた方がいいと思うよ。うん。そういうことすると友達マイナスになっていく。これからね、友達になれたかもしれない人も、なんだこの人、怖い怖いじゃん。狂気、今なんか白もついてるなと思ったら反射でした。何、なんかすごいね、踊りみたい、踊ってました今。ああ汗かいてきた。スマホ見よ。スマホ見るだけです、別に。チンポッポポッポーチンポポポポポポーチンポポポポポポーチンポポポポチンポポチンポチンポポチンポポチンポチンポポチンポポチンポチンポポチンポポポポチンポチンポポチン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 ポポ。おう、なんか北海道のバターサンド食いてえな、あれ超食いてえ、うめえよなあいつ。ああもうしっかりとね、おもころ見てまーす。
アイテムおばあちゃん見てました。アイテムおばあちゃんいっぱい見よう。アイテムおばちゃん面白いな。面白かった。いやすごいひどい時間だったね、みんなね。よし、じゃあやめるか。アイテムおばちゃん見たしねえよ。こういうことするんで、僕はこういうことする人ですよ。ちゃんと覚えておいてください。僕はこういうことする人です。散々みんなを待たせておいて眠くなったんで寝るやつですね。じゃあ朝した。もうね、なんか首とか頭とかめっちゃなんかゴリゴリやりすぎて痛いんで、痛いからゴリゴリしたのに余計に痛くなりました。基本的に目とかも痛いです。痛いっつうか、なんかね、全然疲れてないのに疲れた時の痛みというか、疲れたことによって生まれる痛みみたいなのがあるので、全然疲れてない。まあ、疲れてるんでしょうね。うん、まあね、喋るの楽しいですけどね、あの眠くなったし、ケツかいいし、痛いし、まあここら辺にしといてるわ。勘弁しといてるわ。ほな、お尻をもっとね堂々と描きたいので寝ます。じゃあねー。